相良牧野原インターチェンジは、静岡県牧野原市の東名高速道路上にある、インターチェンジである。かつての出口標識の表記は、相良お前崎となっており、下に、相良牧野原インターチェンジと小さく書かれていた。吉田インターチェンジ菊川インターチェンジ間に、新たなインターチェンジの建設を求める運動が1970年代、中頃から、周辺市町村で活発になり、 1978年に、ハイバラ南北、縦貫道路建設促進規制同盟会が、設立。1986年には、牧野原インターチェンジ増設促進規制同盟会となり建設運動を推し進めた。当初は、日本道路公団を建設主体とする方向であったが、周辺の土地を開発して、工業団地を作り分譲を販売することによって得た。 利益でインターチェンジの建設費を捻出するという開発インターチェンジとして建設されることになった。1988年3月、静岡県と掛川市、島田市、小笠郡5町、灰原郡八町が北旗株主となり、金融機関やゼネコンが参加し、資本金1億4200万円で、第3セクター牧野原総合開発公社が設立された。 社長には、インターチェンジの建設地である、ハイワラ郡相良町の町長が就任した。建設費の総額は45億円で、そのうち、日本道路公団が12億円、取付道路の建設整備に県と相良町が4億円、牧野原総合開発公社29億円を負担した。公社の負担分は、NTT 株売却益で、社会資本を整備をすることを目的とした特別。 措置法によって無利子で15億円を金融機関から14億円を借り入れまかなった。公社はこの借り入れ金29億円返済のためにインターチェンジにほど近い約30ヘクタールの土地に白井工業団地を建設した。工業団地の建設費53億円はすべて金融機関から借り入れることになった。1993年に 相良牧野原インターチェンジが完成し、1995年には工業団地が完成したが、バブル崩壊後の景気低迷により思ったように、分譲地の売却は進まなかった。土地販売価格の値下げを余儀なくされ最後の土地売買契約が締結されたのは2007年に、なってからで後者には27億円の負債が残った。同年9月の株主総会で後者は解散。 負債はすべて金融機関が負担することとなり、懸案となっていた税金の投入は避けられた。牧野原台地の上にあり、辺り一面には茶畑が広がっている。インター近くに切り立った傾斜地がいくつか点在するため、誤って転落しないよう注意を要する。ありがとうございます。